皆さんこんにちは、おっちょこちょいのドジコです。今日は京都の笠木キャンプ場に来ております。もう2024年になってだいぶ経つんですが、今年初めてのキャンプです。年明け初キャンプはここ京都の笠木って決めていました。どうしてかっていうと、それは昨年2023年はこの笠木キャンプ場は線状降水帯の発生で2回も水没しているし、今見えてる山のふもとに川が流れているんですけれども、その川のもう少し下流の方で悲しい水難事故が起こってしまい、ニュースで大々的に報道されていて、私も心を痛めておりました。応援の気持ちと、キャンプっていうのはこういう災害地区との背中合わせでもあるので、気持ちを引き締めてこれからもキャンプを楽しんでいこうっていう思いで、ここ笠木キャンプ場にやってきました。この笠木キャンプ場はライブカメラが設置されていて、私も今日はどれくらいキャンパーがいるのかななんてしょっちゅう見てるんですけど、去年線状降水帯が発生してた時、私が今テントを張っているこの場所は完全に水没していました。その目の前にある川がみるみるうちに増水していって氾濫していったのです。ご覧のようにキャンプ場全体がすっぽり水に浸かってしまっていました。しかも6月と8月2回も水没に見舞われたにもかかわらず、地元の方々の尽力で復活させたひたむきなパワーには敬意を抱かずにはいられません。私はこうやってキャンプ場に来て動画を撮って投稿して、全国の皆さんに宣伝しお伝えすることぐらいしかできませんが、やらないよりはマシ程度のパワーしかないことが情けないところであります。さてさて、映像の方は買ってきた朝マックを食べているところであります。昨年私還暦を迎えまして、このマグカップはそのお祝いの品に東京に住む息子がくれたものです。ドジコの名前入りです。ありがとう息子よ、ちゃんと使わせてもらってるよ。息子からしたら私のこの動画投稿はいい安否確認になっているようです。どういう使い方であれ、この SNS の普及で世の中が大きく変わっていきましたよね。昭和生まれのドジコは日本の高度成長からバブル期を見て、そしてそのバブル崩壊も見て、世の中がアナログからデジタルに変わっていったり、そして大きな災害に何度も見舞われたり、いろんな時代の変化を見させてもらったなーって、こうやってキャンプをしていると日本人に生まれてきてよかったなーって思うんですよ。日本人の勤勉さは半端ではありませんよ。こうやって女性が一人でのほほんとキャンプできるなんて、日本だから日本人だからできるのよって外国人の英会話の先生によく言われます。そして私もそう思います。ストレス社会でもあるけれど、楽しめることもたくさんある国なんですよね。さてさて、映像の方は焚き火を始めています。キャンプも久しぶりだったし、焚き火も久しぶりなので張り切ってます。私の場合ほとんど焚き火をしたくてキャンプをしに行くようなもんなんで、今日焚き火ができる天候でよかったってことで、今夕方の4時半くらいなんですが、焚き火を楽しんでおります。こうやって焚き火をしながら何も考えずぼーっとしている時間に
とても癒されます。この時期夕方5時半ぐらいから暗くなっていくんですが、このあと暗くなりかかった頃、私はとんでもない光景を見てしまうことになっていきます。目の前の山の中腹あたりから明らかに不自然な炎と煙が発生しています。この時の時刻は夕方の6時前ぐらいでした。キャンプ場には私を含めたくさんのキャンパーさんたちがいましたが、みんな心配そうに見守るものの、どうすることもできません。ほどなくすると消防車やパトカーがやってきました。これでとりあえず一安心です。見守ることしかできないことがもどかしいです。あの山は私も迷い込んで入っていったことがあるのですが、民家はほとんどなく、通り抜けられる狭い道があるのはあるのですが、とにかく怖いくらい木がうっそうと茂っているようなところです。パトカー、消防車、救急車もやってきている様子です。出火から2時間ぐらい経った頃、落ち着いてきてサイレンなどは鳴り止みましたが、
赤色灯はまだしばらく光っていました。周囲のキャンパーさんたちも私もそうでしたが、自分のところで焚き火をしながら目の前の山火事を見守るという、なんとも複雑な、でもどうすることもできない不思議な夜を過ごしたのでありました。何とも言えない複雑な気持ちのまま、私は焚き火を終え、テントにこもり、これから食事をいただくことにしました。すごい光景を目の当たりにして心臓がバクバク状態でしたが、なんとか落ち着かせるために深呼吸したり、落ち着け落ち着けって心の中で唱えていました。災害もそうですが、こういうまさかの出来事も突然やってくるので、こういう時こそ冷静でいられる訓練が必要だなっておっちょこちょいのドジコは強く思ったのであります。とりあえずご飯は美味しくいただいて、その後 DVD を1本見て眠りについたのでした。ではでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画では次の日の朝の様子をお送りします。よろしければチャンネル登録、いいねボタン、コメントなどお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。